煙もくもくもくよ。はい。なんでこんないい天気の日に僕はマジマと二人で公園にいるんだろう。あそこをやっぱり疑問に思っちゃいました。ふと自分の今自分の人生を疑問に思ってしまいました。僕の人生はこれで良かったんだろうかと振り返ってみて、ああもっといろんなことがあったんだろうにもう少しいろんなことにチャレンジできたんだろうに。元帥が人生に疑問を持つほど の, あのクエスチョンを僕は今投げかけてるわけですね。ここの いるだけで。しかもなぜこれを YouTube で、はい、あのこんなカラスに狙われてる人とカラスに狙われてるのは確定なんですね。もう真島と一緒にいるとカラスにまで狙われてる。それをなぜ全世界に向かって僕は配信してるんだろうっていうところにちょっと不思議を感じるな。あ、なるほど。何がしたいんだろう。ハトも寄ってくる。そしたらハトですね。まあ、あの動物たちに人気です。鳥類にモテモテだぜ。2ヶ月に。すんごいハトが、3羽いますね今。かなり近くに。煙に反応したのかな。あ、そういうことなのかな。なんなんだ、うん、ハト、いや何も持ってないっていうか禁煙ですよっていうふうに。あ、注意し、結構禁煙ですよっていうふうに。結構すぐそこまで来てるんですけど。でね、前にさ、はい、なんかの時に二人芝居か、の時にさ、みちくんとの二人芝居があって、はいはい、その時に確かちょっとその日だけ、はい、練習する場所がなくて、はい、じゃあまあ二人だしこう、まあ、天気もいいし公園でやろうかって、はいはい、してた時にその中でね、まあみちくんが一人でやるシーンがあるんだけど、はい、そのシーンになるとハトが一斉に集まってくる。何ですかそれは。この人ハト使いなのかっていう。ハト使い。うわー、ハトの集客力だけすげえなと。一斉にもならない。ハトにモテ、鳥類にモテモテじゃないか。すごいですね。へえ。なんかそうね。でも確かに、はい、その公園とかたまに歩くと、はい、そのこの昼日中にさ公園を歩くっていう経験ってあんまりない。確かにじゃない。いやあるかもしれないけど、普通に生活してれば、あ、そのそれぐらい、まあ、日光を浴びるべきなんだよな人間って。そうですね、うん、はい、で本当にあるみたいよやっぱ。あ、なんかあのやっぱ日光であのビタミン D が生成されるらしいですね。ビタミンを生成したくない。いや生成したくない。当てればいいじゃん。いやあの他の部分で生成できればいいかな。やけどしちゃうの。やけどはしないですよ。やけどはしないです。そのね、いや、真島さんにね、はい、何ですか。ゾンビさんから、はい、元帥マーシー、こんばんは。毎日楽しく拝見しています。ありがとうございます。初めて投稿させていただきます。お、先日のマーシーワンマントークショー拝見いたしました。あ、そうなんです。私も喋りベタなのでマーシーのように前振りが長い落ちなしトークになりがちです。あくまで私の場合ですが、考えながら話をしていると自分の頭の中だけで落ちまで行ってしまって、それで話した気になってしまいます。あ、なるほど。元帥のように思ったことを瞬時に言葉に置き換えて口に出すということが苦手なのかもしれませんね。マーシーのやんわりトーク私は好きですよ。金曜のおまけも楽しみにします。マーシー頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。割とね、割とね、はい、実はねメールが結構来てる。マーシーのその一人トークに関しては。そうなんですか。うん、トークは真島さんのトーク結構好きですとか。本当ですか。下手だと思いませんでした。でもまあ元帥を取るか真島を取るかといったら、まあ元帥を取るか。そらそうですけど。そらそうですけど。あ、でもなんかありがたいですね、うん、そうか。じゃあ君は間違ってなかった。間違ってないんですかね。あのままでいけばいい。あ、なるほど、うん、でも確かに僕が多分綺麗に喋れたりとかすると
多分イラッとするんじゃないかなって気がするんですよそうだね、どうも真島でございますってまあ暑くなってまいりましたねって感じで普通に喋られたななんか多分それは多分あれなんだと思うんですよ。そうなんだよ、いや分かってるんだよちゃんとこの帝国でのキャラクターというのもそうでなくては真島ではない、だから僕も突っ込めなくなるからね。何もそうですよね、じゃあ一人でやればいいじゃんなってしまうわ、ええ、まあ、かといって分かってるからやらないわけではないわけですけど、できないんですけど天才かできないだけなんですけど君は天才なんじゃないかじゃあどうしたってその一番いいところに行くってことでしょまあどのルートを通ったって一番必ず正解にたどり着くってことじゃん、はい、あそういうどんなに今今日、はい、みんながもうドカーンと受ける、はい、ものすごいネタを持ってるとしても、はい、君は必ず正解にたどり着けるってあ、そういうことだったらすごいですね僕、うん、ということは君はあの帝国ではやっていけるよなるほど、帝国ではやっていけるってことだよ。あ、なるほど、うん、いいんじゃないですか。じゃあもう帝国が大きくなるしかないですね僕は。そうですね頑張って大きくしてくださいまあ、わかんないですよ、はい、レストランで大きくなるかもしれないじゃないですかまあ、そうですね。そしたらね、僕もなんとなく自分の人生振り返って、はい、なんだって、まあ、そうか、僕の人生ってこのレストランを作るためにやったんだだから、人間って最後にどこに行くかというふうに考えるんだから、はい、そのための全ては、布石であったのだ、この長い在14帝国の歴史が、君がレストランをやるっていうただ、その前振りであったとは夢にも思わないですよ、そんなの。びっくりするよ。はい。でも、どちらにしろ帝国ありきなんですね。いや、まあ、帝国では今、正解を今突き止めてるからね。そう、あ、そうそう。わかんないですよ。だから他の世界に、はい、他の世界とか行ったら、はい、またそれを正解だって思う世界があればね。あ、 あれば、うん、あ、まあまあまあ。あの、帝国はそこら辺がね、懐が深いんだよ。そうですね。いろんな正解があるから。はい。ありがたいことですよ、本当に。常に正解を模索してる部分があるの で、 そうです、ね、だから君がそうしてること自体がもうそれは正解なのだっていうふうになるわけじゃないですか。そうですね、いやーありがたいことですよ本当にだからね、はい、真島さんはもう、はい、正解を突き止めてらっしゃるわけですよ。はい。なんですけど、はい、あとは武器さえあればいいと僕思うんです。はい。で君には今レストランで料理の腕を振るうっていう武器もあるじゃないですか。はい。もちろん、はい、もちろんそれが本意ではないでしょ、ステージの上でどれだけできるかでしょ。はい。歌があるじゃないですか。佐田先生の歌があるじゃないですか君には。そっか、帝国では大正解である大正解であるそれをそれあなた以外にできる人いないんですよ帝国の中で。あ、なるほど、わかる。あのトークも、はい、真島さんだからこそ皆さんもうそれは耳を傾けたくなる、思わず、はい、思わず聞いてしまう、惚れてしまうトークなわけじゃない、はい、だから君には誰も真似できない佐田先生の歌があるわけですよ。はい。で、これからアフターディナーショーでしょ。え、ちょっと待って、アフターディナーショーなんでしょ。はい。ってことはやっぱり最後はやっぱりそこで締めていただかないと。あれ毎月あるんじゃないですか。そうじゃないですか。だから僕でも佐田先生のレパートリーがどれだけあると思ってるんですか。まあそうですけど大丈夫だってこれ毎年新民祭とかの時にと僕思って、はいはい、今まで君に言ってたけど、はい、うわー結構毎月ですよ結構毎月こうでもやっぱり最後は真島さんに締めていただかないと。だって最後やっぱりシェフの挨拶っていうかさ、そのシェフがどうもお味はいかがでしたかっていうふうに出てくる、はい、その代わりなわけじゃないですか。その代わりなんですか、うん、なるほど。やっぱり真島さんの歌がないとつまんないなアフターディナーショーは。わかりました。ちょっとうわ何からいこうかな。じゃあこれまた考え変わるぞ。年に一度の僕の楽しみだと思ったけど毎月楽しみがある。おこれはちょっと僕ワンカラに行ってこようかなと思います。佐田先生を毎月見られるなんてこれだから、はい、いいよちゃんとディナーショーお金払う価値あるって
みんなその真島の佐田先生を見て、あの笑っていいのか感動していいのか微妙な気持ちになって帰るんですよ。全員あれが最後なんですよね。もうぼやっとした感じで、それではお帰りくださいっていう、あの空気が最後っていう。多分ね、はい、真島先生が歌うじゃない、はい、真島先生がその佐田先生を歌ってで、はい、歌い終わりでその音楽とともに客電がついてバンっていう、そのもう最後の締めもないんだよ多分。もうラストだから本当にラストなんですね。本当にラスト、これが歌い終わったらみんな帰ってくださいなるほど。でも佐田先生の歌がないと終われないんですよ。なるほど。でも毎回もやっとして帰るわけですね。もやっとだからちょっとぐらい何か残るから、だから心に何か残った方がいいから。なるほど。ああいい式典見たなって、はい、美味しいもの食べたなっていうのと、もやっていうのもやを残して、そしたらなんか次も見なきゃっていう気がこのもやは私の中でどう変わっていくんだろうっていう、はいはい、だからこれだってあのトークもさ、やっぱりちゃんとこれ支持してくれる人がいるんだから、はい、いるってそのもやをファンになってくれるちょっと消化できない感じのものが残り続けるのがちょっとそういうのが世の中いいんですよ。ちょっともやが残るっていう全部が全部出しゃいいってもんじゃないんです。あ、全部が全部満足すればいいってもんじゃない。そう、ね、これは違うんだって、受け取る側が作っていくんだっていうふうになるほど。これをもやで終わらせてしまってるのはまだまだ自分の自分が足りないのだっていうふうに逆に思えるぐらいのね。そうですね、全てを説明するよりかはちゃんとお客さん側での解釈する余地を残した方がいいってことなんですね。そっからお客、市民諸君もちゃんと分かっていくんです、はい、なんか楽しみ方っていう、でいろんなところで楽しみ方を見つけていくんだと思う今日もあのメガネはとかだからそこで真島研究会ってものが生まれると思ってマジケンが、マジケンが、マジケンが生まれて、真島研究会があれはどう解釈すればいいんだろうどんな心理状態で、あの歌を歌ってる時の真島少将はどんな心理状態なんだろうっていうことをもうきっちりとね、検証してもらえればまた新たなマジケンが、マジケンが、これはいいですよ。ちょっと僕も楽しみですそれを聞いて、よし帰ろうっていう、よし明日も頑張ろうとか、よしまた来月も頑張ろうっていう風になれるんで、そうですね、頑張りましょう、はい、気になる方は見に来てください。はい、ホワイトアゲンスト、ごと楠本修正とマッシーこと真島アナトでした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。